ようこそ勝又博物館へ、館長の勝又龍也です。ということで今日は前回ジョジョの奇妙な冒険彫像稼働シリーズの動画を見ていただけたでしょうか。勝又博物館改装ということで、ここの棚全部ジョジョで埋めました。ですがもうちょっと移行してね、場所ここを仮面ライダー、皆さんも見たと思いますけども仮面ライダーで埋めれてないゴーストとエグゼード、そしてビルドですね。これをここに並べたいという、まあ仮面ライダーも新しくなってくるんでね、どんどんおもちゃいっぱい増えてきちゃうので、ここに並べようということで、これからやっていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということで完成いたしました。とりあえずね、適当に置きましたけど、なんか上下で収まるかなーって思って、ゴーストエグゼードビルドだと思ったらおもちゃが多い本当にこんな出てたんだってぐらいですね、本当に。まあちょっと近くで見ていきましょう。どれだけすごい量出てるのかっていうのがね、わかると思います。あのちなみにですよ、ちなみにこっちこれ見て、クーがこんだけだよ。こっちもまあブレイドはまあ結構まあ出てるな、うん、出てるな意外と同じぐらい。はい、じゃあこっちから見ていきましょう。ちょっとね、段ボールから開けて外箱見えるように一応して飾りました。まあ本当はね、表面見せたいところなんですけど、そうやってるとね、もうスペースがなくなっちゃうので、まあこんな感じで、こういうのもね、本当はこうやって置きたくないんですけど、まあスペースがね、本当大事なので。いやー、でもエグゼイドもすごいあるね。うん、ゴーストのアイコンはここに全部ドラーっと並べました。はい、多分ないのないですね、ゴーストのアイコンで。エグゼイドのガシャット持ってないのは多分、アスナの、あの、プレイ版のやつだけかな。あとは多分、ドクターマイティもなかったような気がするな。うん。まあこんな感じで奥の方までね、レジェンドライダーとかあったり。はい。で、ビルド。今ですけども。こんなにあるビルドもって感じ。すごいよね。で、フルボトルね、多分ね、持ってないの結構多いんですよね。何がないんだろうって感じ、むしろ。もうなんか後半の方集めるの嫌になっちゃって買わなかったんでね。買っとけばよかったって感じですけども。まあ、とりあえず、ここ、スペース空いてて、一番下もスペース空いてるんですけど、まあ、どうせ仮面ライダージオ始まったら、間違いなく、ここはずらーっと埋まりますよね。で、下手したら下にも侵食してくる可能性があるので、まあやっぱりここは開けとくしかないなって感じですね。はい。で、まあちょっとこれから先考えてるのは、ここのね、今戦隊のレガシーとか、これこの棚をね、どうしようかなと思ってて、ちょっと戦隊はね、置ききれないのが正直、置ききれない感があるので、ここは。なので、まあ、ウルトラマンにしようかなーって感じもしなくはないですね。まあ、でも本当はこの隣に、ちょっと、今日多分メタルラック届くんですけど、このメタルラックをここに置いてっていうのをちょっと考えてるので、まあ、ちょっとどうしようかなと、これからもまた考えていきたいと思います。はい、ということで仮面ライダーのまあとりあえず棚でございました。いやー、本当に多いですわ、こんなにあるとはね。はい、まあまた全部紹介とか生放送とかいろいろやっていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。それではまた明日。